ベトナム行ったら、でも堕落しちゃうんだよね、俺らみたいなやつは。そうそう。もうだって遊ぶところはあるしカジさ、ノもあるわけですか。カジノもあるしさ、ほで、だってそういう、なんていうの、こう、対面でこう、飲んだりするのって、なんていうんだっけ、日本では。まあガああ、ールズバーそう。みたいな。ガールズバーみたいなのを紹介して、田舎から来たような女の子で、だから、こうびっくりするような可愛い子もいるわけよ。ええー、とって。で、お前、こんな可愛い彼女と付き合ってんの？と、はい、とか言って、これ、1年、3ヶ月ぐらい前に日本に来てね。で、今まで、じゃあ、何と、女の子と付き合ったんだ？いや、10人ぐらいっすね、とか言って、平気な顔して言うんだね。どう思う？ぶん殴ってやりたくそうになって、本当に。それモテるんですね、だから。え？モテるっていうか。そうそう。ほんで、もうだって、その辺に、だって、その、で、ガールズバーみたいなとこでいて、だから行っても、だから1人5000とか1万円ぐらい払って、で、いい子見つけて、それで、だって、向こうはだって、日本語喋りたいとか、日本語来たいとかいうのあるわけだから、ほんで、もう一番強烈だったのは、その、どっかの、なんだっけ、仲介の親父が、だから、60過ぎぐらいの仲介の親父が19歳の、ベトナム人と結婚したら羨ましいなと思うやつもいるよね。そういうやついっぱいいるんじゃないですやっぱか。手に職つけた方がいいね。サラリーマンとかやるよりも、だからこういろんな、そうそれがやっぱ一番、なんか地方行った時にはやっぱり役立つよね。寿司職人もいいしさ、焼肉できますとかさ。じゃあそこで働き、だって原価はさ60%あったとしてもさ、人件費10%で収まったらじゃあ十分採算取れるじゃん。家賃とか払っても。日本の飲食って結構きついじゃないですか、今。え？日本の飲食は。だから、そういう意味でも、どんどん世界で勝負していった方がまあいいいいっかてもなっしちゃいれまない。すいよや、だっね。て経営はできないけど、給料もらえるわけじゃない。25万ぐらいでも、だって、ねそうえ、です田舎よのね。方行ったら大きい家も住めるし、まあ、都会行ったら、まあ、家賃も高いけど、でも日本より全然物価は安いわけですよね。物価だって、ああいう匂いとか、そういうのは別に平気だったら、全然良いでしょ。自分で、だって、地場の鶏肉とか豚肉だったら安いわけだし、意外と豚肉食べたら美味しかったよ。豚肉をなんかちょっとからっと揚げて、表面だけこうぐるぐる回してあるじゃん。ローストみたいな。そうそう、美味しかったよ、意外と。あと、その、なんていうの、こうベトナム風の、なんていうの、その、こう、フーだけ、なんだっけ、なんなん、フォフォーか。ー。フーじゃない、フォーか。麺、ラーメンみたいなやつですね。フォーを、もう意外と、だから、あっさりして美味しかったし。意外と、その、パクチーが嫌いだと、ちょっとやっぱ、とあるけど、パクチーが好きだったら別に、そこまで。で、ベトナムは良かったけど、俺はまあ、人生堕落してまうからちょっといけないけど、そんなに誘惑がいっぱいあるんですか？あるね。やっぱ楽だよね。まあミャンマー行った時よりは全然良かったね。まあミャンマー行った時は95歳のおばあちゃんと行ったから、なんかあれだったけど、十何年前にね。あとはもうやっぱり今の日本と違うのは、やっぱりこう日本人はもう時間が来て働きなくない。で、向こうはもういっぱい働きたい。もう寝ずにでも働きたい。で、いっぱい稼ぎたい。その感覚の違いがもう、こうもう、今はもう、だいぶ出てきてんじゃないの。どうなん？全くもう感覚的な違いだから、もう、すぐ抜かれるよ。それが国の力になんかありますよね、その一気にガッまあ、あて。と、だから、ブラブラしてたら、もうほとんど工事ばっかりしてるもん。物を建てたりする仕事ばっかりしてるもん。
バンバン発展していくんですね、じゃあベトナムは。発展していくんだろうね、もうなんかそういう勢いがあるもんね、うん、それ感じましたか、やっぱり。感じるよね、みんな、まあ、ずっとみんな、昔は自転車だったみたいだけど、はい、今ちょっと出世してみんなバイク、うん、でバイクで、もうほとんどもうバイクでわーとか、もうずっとバイクでずっと、もう道路が空いてることがないんだよね。でバイクで乗ってて、大体だから2人乗りがほとんど2人乗りなの。でいきなりパッと見て5人も乗ってるからさ、バイクに5人も乗んなよみたいな。前に子供2人乗っけて、で後ろだってね、自分が運転してて前に子供2人乗ってて、後ろ2人だって女の子乗せて、5人で運転してて、なんか力強い感じしますね、なんか5人乗ってるよみたいなところで、キョロキョロじっと見てたら、みんなほとんど2人乗りしてんなと思って、ほんでこうタクシー代が安いよね。だからここからどうだろうね、ここから30分ぐらい行って500円とか600円。ドンとか言ってわけわかんなくなるじゃん、ドンと、うん、何十万ドンとか言っても、だから日本のお金に2つ 丸を消して半分にするみたいな、に1割乗っけるみたいな、今現状では。だからじゃあ100万ドンだったとするじゃない、100万ドンってすごいありそうに見えるけど、うん、2つ切ったらいい、100万円、100万ドンで1万円、100万ドン、そんでそれから半分にして5000円、それに1割乗っける、5500円、そんなもんかなっていう、うん、そういう計算ですか、ざっくり。そうそう、活気がある感じなんですね。そうだね、カジノもやっぱ活気あるんですか。やっぱカジノは人数少なかったね、それでもやっぱ張る人はなんか2万ドルまでしか貼らないけど、なんか機械で3つぐらい貼れるから6万ドルぐらい貼れるよね。これは地元の人がやっちゃいけないんですか、カジノ。地元はダメっていう、そんなんありますね、うん、地元やったら、地元だってベトナム人も賭け事好きだから、ハマっちゃってる、うんうん、おかしくなる人多いから、だからこうダメだよね、うん。日本もね、やっぱりもうこう、なんていうのかな、ギャンブルね、こうみんななんか維新の会とかどんどん進めるけど、あいつらに金儲けさせてもしょうがないんだよね、本当に。うん、だからもう泣きを見るのは、間違いなく競馬とかさ、競輪とか競艇とかいうのはやっぱりこう何百種類って中から1種類選ぶわけじゃない。100円でも、まあ、下手をすれば10万100万になったりするわけよ、自分の予想が当たれば。だからそういうふうなギャンブルっていうのはこうハマることは、好きでずっと没頭することはあっても、だからもう昔みたいにこう枠練しかないとか、だからそういうのだったらもうボンボン100万とか200万とかボンボン貼ったりするけど、今のだって競艇でそんなないじゃん、そんな、うん、まあ、今の競艇とか競馬でだってもう平均何十万馬券って来るわけだから、1000円買ったら100万円だ、うん、当たることなんかもうめったにないよ、なうまくこう丁寧に流しておかないとっていう博打っていうのはあんまりこうなんていうのこう中毒性がないかもしんないね、わかんないけどね。だから昔みたいに、昔は本当にもう枠連とかしかないから、本当もう少数しかないじゃん、それバーンってかける、外れが当たったり、うん、だからやっぱりこう野球賭博とかさ、ああいうのはもうこうあれがあるわけよ、もう病的性がある。2つに1つは誰でも分かるやん、うん、奥深いし、はい、と思う。2つに1つしかないから誰でもできるし、でそのなんていうの、カジノなんかでもだってプレーカーバンカーしかないわけだから、まあ、ブラックジャックとか
あるけど、いろんなルールのこう、なんていうの、こうルーレットとかさ、あ、そっか、バカラなんやっつったらもうそういう博打性が高いってことですか。高いから、だから結局日本では俺はもうやってほしくないね、うん、日本でやって得するのは外国の、なんていうの、そういう外国の大手の資本系のそのカジノ会社と、あとはだからもう日本に税金を払うって言っても、そうやってそのそういう議員さんとかそういうのがもう儲かるように、だからそれを誘致したってことでね。ちなみにどうだったんですか、ベトナムでは。ちょっとしか遊んでないけど負けたよね。でもその貸してくれるから、貸してって言ったら、はい、だからそこは踏みとどまったんですか。いや、踏みとどまる、やっぱだいぶ負けたね。面白かったけどね、はい、結局寝ないでやるから4日間寝なかったね。全部やったんですか。4日間寝ないで、んで昼は昼でもうフラフラになりながら視察して、はい、で夜は行って、もう最後もう、いや、ほんと寝ないで。親方何やるんですか、うん、基本。いや、基本はバカラしかやらないです。あ、それしかやらないですか。バカだからバカラしかやらない。もう負けるまでやるスタイルですか。もいや、なんかな、帰る時にあればいいけど、いや、勝っても勝つことないね。一回も勝ってないもんね。なんか本当にびっくりするわよ、ね、じゃあ次ちょっとまたリベンジですね。いや、もう絶対、まあ、やらないって決めてんのにさ、もうパスポートももう人に預けてんのにさ、もうベトナム行くっていうからさ、ちょっとベトナム初めてだから行ってみようかなとか言って思ったら、その良くないね、それ。悔しいけどさ、もうカジノって、うん、もうこの世からなくなってほしいよ。